どうも、皆さん、こんばんは。吉本新喜劇の森田信義です。現在夜の9時ちょうどでございましてですね。え、島之内二丁目にございます。ライブカフェはユナイテッドさんより生放送でお送りいたします。題して。森田信義シャワどうもありがとうございます。ね、本当にありがとうございます。あの、ね、この番組やってて、あの、いつも水曜日なんでございますけども、今日ちょっと木曜日でございまして。まあ、昨日はですね。なぜお休みだったかと言いますと。 私の森田信康吉本真剣2026というイベントがございまして、まあ、そちらの方のがですねおそらくまあまあ9時ぐらいになるんじゃなかろうかと思ってたらです、ね、7時からやってて8時ぐらいに終わるというイベントでございましてその後も客出しうんぬんで考えて、まあ、いろいろインタビューとかも受けて。 えー、結果、9時に間に合ったんちゃうかみたいな時間でございましたけども、まあまあ、あの昨のちょっとお休みさせていただきまして、えー、今週はこの木曜日に、えー、させていただくことになりましてですね、えー、本日もどうぞよろしくお願いいたします、えーまああのー、いろいろとですね、えーまあ、この間は3月29日にい3月3月6月29日にはです、ねえー、インプロビアスバスターズの方がございまして。えー あのそちらの方にも来てくださいましたのでありがとうございますね、えー。まああの昨日の新規歴、えー、2026私のやつはあのー、副支配人がですね今日来られまして私の元に、えー、すごいよすごいよ森田君と。 ででしょうかっって言ったらですね、えー、当日券が300枚も売れたと言ってですね、えー、当日にかなりの方が来てくださったようで、えー、本当にありがたいでございまして、まああのー、それと申しますのも今週ですね私あの初めてですね、えー、新規会で11年ですかね、あのー、ずっと一とと言ってたおかしいですけど、えー、あんな。 面白いことあんねんなとかえすごいなって思ってた中にですね、えー、まさか入らせていただくことになるとは思ってもみませんでしてですね、えー、まああのどのような形に今後どうなるか分かりませんけども今回初めてですね、えー、ローテーショントークという、えー、辻元さんがやっておられる3、えー、人ヤクザの中にですね私があまあ たまたまなんだと思うんですけども入ることがありまして、まああのー、ご本人、えー、辻元さんが言わはるには、えー、今回きりやと、えー、これきりだということなので、まあ、今後ないかもしれませんのでね、えー、もし、えー、私とあ、まあ、私がですねその三人役座に入っている、えー、辻元さんと秋さんと私とというこの三人役座が見たい方はですね、えー、月曜日までやってますのでナンバーグランド花月の方にです、ね、ぜひ足を運んでいただきましてですね、あのーまあ 大したことじゃないと思うんでございますけども、まあ、まあちょっと見に来ていただければなと、まあ、それもこうそうして、えー、当日300人の方にです、ねえー、来ていただけたので、本当ありがたいなと思いますたまた感想等、いろいろもしあ,あ,れあればですね、えーまあ、の別に厳しい意見でも結構でございますので、えー、ツイッターの方とかで私に直接言ってください、えーまあ、本当に厳しい意見に関しては無視します。はい 私自分が好きなんんですいませんね、まあ、読みますよ読みますけどもあの無視します。お返事は返しません。ありがとうございましたぐらいしか返しませんが、えー、ぜひともお褒めの言葉をいただければなと思うんでございますけども、えー、そんなわけでございまして、まあ、あの私がだらだら喋って,て申し訳ございません。 えー、この今日のこの方のおゲストでございましてですね、えー、初登場でございます、まあ、皆さんご存じない方の方が多いかもしれませんね、えー、なんと言いましょう木の玉が8個目でございますから、えー、彼女が一体どういう方なのか皆さんに知っていただこうと思いましてですね、えー、今日はこんな方に来ていただきました葛原愛ちゃんでございますどうぞはい、はい、どうぞお座りくださいよ、はい、ええ こん,こんばんは。こんばんはね、えー。いいですよ。よ置いてくださいよ。えー、あのすみませんね。マイクの位置ちょっと高かったですかね。はい。はい、えー。自己紹介をよろしくお願いします。はい、えっ、ー、と金の卵八個目のクズ原愛と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いしますね。ますねまああのー、僕とは基本的に全く接点がなくて、まあ先日あのー、初めてそのバーベキューに、えー、内場さんと高井さんと。 おーとかで行こうという時に、えー、たまたま空いてたクズハラちゃんね、はいえー、どうしたんですかいや何でもないで何でもないですか、はい、あのこのマイクちょっといろいろとあの事情がありましてですね、はい、なるべく大きい声で喋れないと、はい、あの変なコメントが来るんです、はい、音声が途切れてるだの、はいえー、あのこの間もですねモイ、えー、さん見てますよ。 ただちょっとマイクってあれどうにかならないんですかというえようなことを言われましたので、せめなるべくこのマイクの近くで喋っていただきますとありがとうございます。はい、えー、あのなんかスマホで見たら見れるけどパソコンでやったら音悪いとか、逆にパソコンやったら音悪いけどスマホで見たらなじゃ逆や。えー、パソコンで見たら見れるけどスマホで音悪い。なんかそれ結構いろいろバランスがあるみたいで、はい。ね。はい。はい、えー。さてこんな方と1時間トークが持つのでしょうか。<laughs> 私は全然わからないんでございますけどもとりあえず来ていただきましたけどもありがとうございますはいありがとうございますはいまっすぐな目でありがとうございますなんかあの悪いことはしていなそうですねそうですねね、まあまあでももしかしたらすぐ悪いやつかもしれませんでしょうそうですねねえあの大きい声だけ出してくださいねはいすみませんはいありがとうございますねこんな葛原ちゃんが一体どんな人なのか皆さんにはちょっとねわかっていただこうと思います はいそれではですねちょっとあのこの番組、えー、スポンサーとがございますのですみませんがあのおこちらから、えーはい、ここから読んでいただけますでしょうか、えー、はい、はい、格上の旅行を格安でワールドベンチャーはい、えー、こちら優秀ビッヒアということを出して。 ゆうチューブヒアで検索かけていただいても出てきます、ワールドベンチャーという、えー、でかけていただいても出てきます、あのー、このサイトに登録したら、ですね、えー、皆さんでこうお旅行代金を分け合うという、シェアするという、まだちょっと変わったサイトでございまして、えー、実際60万円ぐらいする海外のクルージングとかがです、ね、20万でできたりとかするような、ね、すごいお得なサイトでございます、ぜひともご登録の方よろしくお願いいたします。 ね、はい、そしてじゃあ次お願いします。そして地下鉄みど筋線昭和町駅、昭和町駅ですね。昭和町駅。まあ、そ,そうでしょうね。全然いいでしょ昭和町駅一番出口。はい、北へ三十秒の墨香岸本という焼き鳥屋さん。はい。あの墨香岸本という名前のお店でございまして、はい。焼き鳥屋さんので、おすごく大変美味しいんでございます。 ただあの大変混み合うお店でございましてえ今日もあのちょっと行きたいねだけどと言われましてえ予約取ってくれへんかと言ったんですけども今日も満席だということでございましてねぜひとも行かれるときはあの予約をしてくださいえそしてあのこの番組見たよと言ってくださいましたらですね何かしらのサービスが受けられるなんてございますのでぜひともおよろしくお願いいたしますお願いしますただあの店長がですねえテンション上がってじゃあちょっとお森ちゃんに電話してみるわとか。 言い出すことが多いと思いますので。その時はや止めてください。はい、はい、はい、お願いします。ただいま乗務員募集中でございます。三国、はい、タクシーグループ、はい、えー、まあ、あのー、車の免許持っておられる方、おられるかもしれませんが、うん、あのー、お仕事がない方はね。是非ともあの乗務員募集中でございます。あの、大阪市内に走ってございます。えー、ボディの横がですね。マレーシアの。 観光の広告が載っている車でございますので、まああのなるべくサンゴタクシーを利用していただければなと思います。はい。続いて。続いて。豊島本。いいですよ。読んでください。豊島はい。宮古島ですね。全然いいですよ。全然いいです。宮古島本通り。宮古島本通り。宮古島本通り三の二十三の七ソアレド港宮古島三階にあります。はい。 ラウンジマリアセット料金三千円ボトルキープ五千円から明るく楽しいお店でカラオケ歌い放題のお店ですはいありがとうございますまさかのマリアのあをあんなに引っ張ると思いませんねマリアっていうラウンジマリアですよマリアっていう感じまあ分からないですけどねそんな方もおられるはいあのちょっと大変あの 大体のお店ではこのぐらいの料金ではないそうでございますけれども、えー、働いておられる方も随、ね、分気さくな方でございまして、えー、大変楽しい方でございます吉本新剣佑の山本直美さんが働いておられますのでそうなんですよぜひ彼女の大変歌が上手なんでございますので、えーはい、ぜひ彼女の歌声をお聞きに行ってください。よろししししくおお願願いいいいたたまます。はい、いします。はい、そして、はい、これは、 あ、もうあのここは大丈夫です。はい、えここはここはもう飛ばしましょう。この方はね、え前回で終わります。はい、もうすみませんね。はい。で次はです。はい、最後最後最後。最後は平野にあります業務用きな粉や唐辛子、七味を扱っておられます。はい。向井珍味堂さん。はい。え目の前におございましてですね。 えー、この七味や一味とかあときな粉チョコとか、えー、厳選されたスパイスを使った商品を販売されておられまして、ねはいえー、ここも寄ってやってしてますか南波、はい、グランド花月の中にもあるんですけどお土産物屋さんが、はいえー、そこにもお置いてございますしあとまた、えー、新世界のですね、えー、通天閣のもうほんまあ足元に、えー、ございます、はいえー、ここも寄って,て大きいところがあるんでございますけども、えー、そこのお土産物屋でも販売してますのでぜひとも、はい。 お買い求めください、はい、ということなんでございますけど、はい、実はですねこの向井珍美堂さんからですねえ今日のゲストの方にプレゼントございますえやったー二択なんでございましたですね、はい、A か B どちらがいいですか B あじゃあきなこですやった あ、きなこがよ良かったですか？なんか辛いあのなんですか？七味とかは苦手なんですか？はい。あ苦手？あ苦手だったんですか？あそうですか。よか良かったのか悪かったのか私はちょっとボケのつもりできなこを出したんですけどやったありがとうございます。はい。まさかこんな喜んであそうですか。七味かきなこやったら？きなこです。きなこなんですね。あ良かった。ありがいやこちらこそえきなこ好きなんですか珍しいですね。大好きです。え何何なんで好きなのきなこ？え甘い。 じゃないですか。す砂糖と入れたら甘いじゃ<ー>、はい。えいつもどうやって食べるんですかきなこ。えっときなこはえでもそのままとかでも食べたりこれをはい、はい、そのままあの砂糖とか入れて砂糖入れてまま食べたりとか、はい、あとは牛乳に入れたりとかします。はい 直接これを豆乳です、まあ。何でもまあ入れて食べます。あ、そうですか。はい。じゃあぜひ、あ、ここのきノコ大変美味しいので。はい。はい。ありがとうございます。ね、ありがとうございます。とい,ますというわけでございまして、こちらの番組ですね。はいえー、スポンサーさんを広く募集してございますので、はい、え何でも結構でございますので、あのー、ぜひ支えていただければなと思うんでございます。え、えー、まああのあとですね、今夜の愛ちゃんです対するですね、質問、私に対する質問何でも結構でございます。ハッシュタグ ノブモーリーこちらのほうをつけていただきましてつぶやいてくださいましたら反映されます早速ですねえー、来てますよえっ、ー、とね財員さんが誰も知らないあここもあこっち側へえー、あマレーシアのタクシーは名古屋でも走ってますよ、ね、すごいボケ豊島ね<え>もう来てますから早速ねあれ新喜劇のアイドルかって、ね、女子高生でも通用しそうですねっていう、えー、ありがとうございます、まあ、果たしてそのく沢愛ちゃんはおいくつなのでしょうか 二十歳です。あ、ちょっと今一番の最年少ですか、在院としては。そうですね。ええ、学生さん。いや、ではないです。じゃないですか。高校卒業して。して、一年間は大学行きました。あれ、なんでやめた、のやめたの?。はい。なんで?。あ、なんかやっぱり新経系入りたかったので。ええ。え、高校卒業して、すぐ大学行かはって。大学はちなみにどちらの大学に?。えっと、地元の。 地地元元の、大学だ、っええと、私岡山出身なんですけどああ岡山の子なんですねはいでえっと、倉敷にある芸術大学ほう倉敷のはい行ってたんです倉敷芸術大学ですか芸術科学大学ほうほほう、うっていうとこ行ってたんですはいはいそれはだからあの、岡山では結構まあ言うたら有名な大学なんでしょう芸術大学ですからいやそんな有名でもないんですけどでも倉敷で芸術言ったらねあそこ大きい美術館もありますし そうですね。あります。<え>はい、ええ。ですから、そういうのが、まあ。あるじゃないですか。その。有名なんじゃないですか。そういうことでもないの。有名でで、ね。有名ではない。有名でない。なるほど。そんな、多分、あんま。まあ、でも、そこに行きたくて行った。ってわけでもないで。でもない。はい、よう行ったね。はい。でも、なんか、はい、でもなんか大学行かなあかんなと思って。そうですね。なんか。 専門学校行きたたかっっっんですけどちょと待ていや全然いいよいや高校卒業して専門学校に行きたかったんやけど大学に行った珍しいパターンやね大学に行きたけどできなくて専門学校へ行ったっていうことは多いけど行きたかったんですけどちょっと反対されて親に親か先生とか反対されて先生にも反対されてんの一応んか大学行こうってなってそそのの専門学校何ななんか放送とかのやつつきたかったんですけお仕事にやりたかったんですけど なんかそのやっぱ難しいじゃないですかその絶対それになれるわけじゃないまあまあ確かにそうですねアニメーション学院とかいいろ放送形式学院いろいろございますけどもそれミュージカルやなんやら言うて授業を受けてたからといって必ずそうなれるわけじゃないはいなのでなのでやめときなさいって言われて大学を行くことにしたんですよでもその大学行くことにしてその大学よう入ってたねそうですねなんか入れましたねへえんかはい そう結構賢いんちゃうな。いや多分めちゃくちゃ悪いんですけど、なんか多分推薦みたいなやつです面接だけの。面接だけ面接だけ大学入れるの？だったと思います。え何そのなんかすごい技術持ってるとか。もうないですけど、なんか多分よくわかんないです。面接だけで多分入りました。上唇もめちゃめくれるとかそういう。そんな特技とかってあるやんその。いやそれはないです。そうなんじゃないの？はい。なんかそうなんじゃなくて。はい。へー。 え、でも高校ではそんな優秀なんでしょいや、そうでもないです、ずっとスポーツやってきてたんです、っかえと、陸上やってました、おー、え短距離、はい、一応短距離やってたんですけど、はい、結構、記録とか持ってるんですかいや、やってたっていうだけですね、私は、え陸上ってそんな感じなんですか、あの、陸上やってましたいような感じで、足はでも、小さい頃が速かって、いや、あでも、走るのは好きでした。 走るの好きな人って長距離とか行かないの?はい。何とな,いのなんか走るのが好きで。あ、なんかどっちもやってたんですよ。短距離ともう早乙女好きな時間、はい。いや、なんかその短距離もやってたし、長距離も中学校の時やってて、うん。で、それで高校入ってからは、なんかその短距離っていう、はい。専門家。え、うん、専うん、失望た、しったんですけど。絞った、あ、だから、じ、どっちにするかったら、ね短距離か、長距離かっていうの、次にやっぱもう短距離だると。はい その県の県大会とか出出るんでしょあ出ますね、はい、そけ結果とか記録的なこと残したりとかいや私あでもチーム、うん、私個人としては、うん、もう全然そんな通用しないですけど、はい、あの、リレーとかは<ー>普通に県で決勝は残ってました、ね、へえあ、はい、じゃあリレーが強いんだ そうです早かったですね。へえ。バトンの渡し方とかもですもんね。そうですね。はい。へえ。個人能力よりもやっぱり全体のこういうチームワークの方がよかったですね。良かったですね。ええ、そうなんでそこの陸上やってて高校三年間。そうですね。高中学から。うん、中学からやってて六年間やっててなぜそんななんか急にその何専門学校に行きたいぐらいの感じどこで芽生えるのそれは。え、うん、なんか。 中学校ぐらいの時から、はい、なんかそのやっぱあのテレビとか大好きだったんでお<ー>なんかこういうの楽しそうだなっていうので<ー>ずっと思ってて<ー>であの進路悩むじゃないですか<ー>あのその卒業してからどうするかみたいなその時にやっぱなんかあのそっちの方が楽しそうだなと思って<ー>はい行こうと思ってたんですけどおー楽しそうやな思ってはいなめとんな いや嘘やね嘘やねいや全然いいよ、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 全笑かそうもって言うてんけど、まさかこんなに引かれると思うんだから、むっちゃビビられると思って、う嘘緊張してんの、なんで、なんか緊張しますね、あそうですかすいませんね、すいません、全然、緊張しないでください、あの、じゃうゆうや、高校、まあ中学高校3年か3年かあって、6年かあって、別に演劇とか、そんなに携わってないでしょ。はい 全然やってなかったですね。せーのにテレビ見て、あー楽しそうやな、思って。あテレビが楽しそうだなっていう。ああなるほどなるほど。裏方みたいなしたかったんですよ。あ、裏方がしたかったのえらい表に来たね、これ。そうですね。えー、あ、裏方志望やったのはい。今まで聞いてる流れで言うたら、もう完全にアナウンサーとか、前に出てくるやつは思ってたけど、まさかの裏方志望やったの えらいオーディション受けたもんやね、全それが。おん。で裏方のところに行きたかって、専門学校とかで、まあいわ、は舞台芸術だとか、そんなに携わりたかったってこと？だからもう A.D. とか。A.D. さんとかやりたかったです。あ、A.D. さんとかになりたかったへえ。へえねなんで？新学期入った時。いやだからそうだからそれで大学行ったんでしょ？そうです。大学芸術大学なんか行ったんでしょ？はい。そこは何専攻なんですか？あでも放送。 一応やって放送やってたかともこれはちゃんとしてるじゃないですか専門学校なんかよりもでもなんか1年生と2年生とかはなんか全部を学ぶみたいな放送以外のことも学ぶんですよいやまあそれは大学やからね言うてもはいかいろいろ一般教養とか全部ありますよらそれ単位取ってかなかっでもなんかどうしてもなんかやっぱあの無駄な時間を過ごしてると思ったんだしあとなんか 順番間違えたかもしれないですけど、その新喜劇も好きだったんですよ。そのくらいから。あ、もうすでに新喜劇好きだったの。え、それはいつぐらいからし、岡山で放送されてるの。されてます。何時頃日曜の四時、夕方四時ぐらい。夕方四時ぐらいに放送されてるの。されてて。毎週。はい。で、新喜劇も大好きで、私でして。で、そういうのもあったりとか、でも。テレビの裏方もやりたい。はい、い、はい、はい、はい。で、その。 あのー、岡山で市民参加型の新喜劇があるみたいなそれをようみたいなまあよくありますよ、はい、営業とかいうて地方に行かせてもらって、はいはい、そこにまあそこのお町とか市の方たちの有志が出演されて。はい仲間 すいません言ってチェックアウトお願いしますとか言うたりとかねであのうどん美味しかったですおいくらですか言って何百万円です土手でこけるみたいなありますそういうのね子供たちとか大人たちが参加するみたいなはいはいありましたありましたはいで今もありますけどはいでそれをまあ受けてみたんですよおおおおそうおいくつの時に十七歳ですおおもう高校生の時にはいはいはいのとになんかその 裏とか見えるじゃなないですかそんはしどういう仕事してるのかも見えるし私<う>、まあ、友達から聞いて新ケーも好きだったんで<う>受けてみようってはいでそれで舞台立つじゃないですかそしたらやっぱりなんかすごい楽しくてなんかすごいってなってなんか、えー、そっちなみにどなたがおられたんですか えっと、内葉座長さんああ、内座長さんなかなか変なイントネーションで内葉さんが座長で来られててでも森田兄さんも来られててえ僕もいてたはい行ってましたええあでも3年前かはあ岡山に岡山の美まさかです美まさかはいはいはいあ行ったはい行ったよあれです言うたらあの宮本武蔵のとこでね そう、ですかね。そうですね。え、宮本武蔵の、まあ、言ったら誕生するというか、生誕の場所でしょ三美馬坂は。あ、そうなんですか。そう、そう、そう、え、知らねえの。知らなかったです。え、どこですか、岡山は。岡山の私、津山市です。あ、津山ですか。え、あのビーズの稲葉さんの、はい同じ出身の。え、化粧品のね、化粧品屋さんがあるんですね。ありますね。ね、ね、有名です。え、が、高校、津山高校。いや、じゃないです。私は、その。 津山高校の近くにある美増坂高校っていうところなんですけどあもうガッツリ美増坂やはいへえいや違いますあの津山にあるんですけど名前が美増坂高校っていう名前なんですあそうなんへえはあ。でそこ美増坂ではいほーどころにあおどんなお芝居ですか見てないんですよね見てない。はいおいおい興味があるのにいやあのその出るから見れなか見れないかなと思ってて ああなるなるなるうんチケット買ったんですけどえあれドユウさんが買ったの自分でチケットを買って参加するあ違います違います見に行こうと思ってチケット買った買ってたんですけどそっち出演できるになったので見れなかったんですよえおなチケット代はあ友達にああなるなるなるねずって友達も見に来てくれたはい愛ちゃんどうどう良かったよとか言ってくれたはい言ってあどんなことをしたのあなた僕行ったの覚えてます見まし行きましたよ確かにはいあの こけるだけですね。<laughs> <laughs> え、え、それだけ、はい。はい。あ、え、なんかし。え、こけて。自己紹介しましたね。こけ、うん、てから。自己紹介。は良、い、かったですよ。言うて。なるほど。ずっこけ体験みたいなもんですね。はい、そうですね。あ、そうですか。で、それ出ておられて、はい、お芝居の中にも。で、その、対して役どころとか、そんなじゃないですもんね。じゃないです。もう団体でバーって言って。 コケて、いはい、ありがとうございました、ざっとはける、はい、ああ、なるほど、劇中の突っコケ体験ですね、じゃあ。でも、なんかすごい、なんか、はい、まあ笑ってくれるじゃないですか、コケ、はい、たりしたら、そしたら、なんかやっぱり、なんか楽しいというか、こんな大勢の人をなんか楽しませるって、すごいなって思って、それでもう、それがきっかけで、 私あの新規器入りたいなとか。なるほどなるほど。新規入りたいなって。入りたいって。お思ってもう17歳の時にもうそれと思ったんやん。はいもう強く。陸上とかもやる気あれへんやん、もうはいもう。はい運動でも。陸上なんかも走ってたまるもくはって。あの、もう卒業前だったんで。もう。いやどっちでもやる気ない。もうじゃもうじゃ新規器入りたいって。入りたい。うん。ってなりました。大阪行っても N.N.C. とか。あはい。って思った。思いましたね。 もうその新喜劇入りたいと思っててもう,いやもう裏方関係あらへんや裏方のところいやもうえあのいやでもそれ出たのが大学が決まってからかぐらいだったんですよ、うん、のう卒業ギリギリだってもう大学も多分決まってたんですよあーああ かかっただら行く大学も決まっててそれまで裏方やりたいなとかいろいろ思って専門学校行こうかなと思ったけどいやそれはもう無理ややめとけとか言われてあそうかなって言って芸術のほうのできるような「あお大学あるわ」と「ここ行こう」「よいしゃ決まった面接も行ったで、上唇めくったこういうのめくってないんかできる何かできますか」って面接あって「あいろいろこんなこの子ええ子やな」ってなってもう通ったもう行く大学も決まってるそこで卒業まで何しようかなって言ってたら「新喜劇か見に行こか近所やし」 いや、出れるで出れんねや言うて出たら出たいねなってなと。ほ、はい、ああなるほどなるほどそのなんでえらいターニングポイントやねほな、はい、<ん>でもそれで、うん、私はもう新喜劇に入りたいってなって<ん>でその大学行ってもやっぱり違うじゃないですか進む道がやっぱりだいぶもうそ新喜劇やりたいっていうのとなんか意味わかんない勉強なんかこう、美術とか学ばないといけないって、はいう なってそこでもうなんか何してるんやろなみたいななんかちょっと違うってななりましておおあもう大学一年が行ってながらなんか私何してんやのとこんなことがしたんじゃない大阪に行って N G K の舞台に立ってお笑いやりたいんだとそれそれまではそのなんかあのあちゃん面白いわとか言われるような子やったのそうですねでもあかあの人を楽しませたりするのは好きだったんで例えば例えば えああ楽しませるうんうんうんでもなんか結構授業中例えばこんなことしてました授業中にうんへへへぶこうぐとかへとが超えてないですけどへとが超えてないおならじゃなくてへとは超えてないうんうん超えてないけどあのえでも新劇見てたんでみんなでこここにこうなんかあのスマイこうやってさせてこうやってかなんかやるとかまあそれはしてないですけどしてない新劇好きだったんでみんなでじゃ 新規きのネタをやってみようとかって。どう何やってたんですか誰のあの新幹線のネタさんあるじゃない。はい。あの横浜の新幹線。はい、<ー>あれをみんな一列になって、うんっ、あのクラスみんな一列になってもらって、おーおーみんなでファン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 って新幹線が通るっていうのとかを,とかをやってたの。はい、ええー、あなたが新幹線になって。いや。 新幹線は居ないんですけど新幹線おれへんの <laughs> みんのみなでエアー新幹線、はい、もう伊賀さんがおるとう、うんはいう体で通り過ぎるよーってファンファンファンって言うていくみんなでやろうとか言ったりとかああ<くっ> <laughs>、うん、そうへえちょっとなんかいろいろとねあれですよあの持ちギャグは考えてますかとかっていうコメントもいただいてますよ。ねえ 持ちギャグ。はい。今は。はい。考え中です。あ、今考え中。例えば、なんかギャグとか、するのもない、です一発ギャグとか。ないですね。え、でも、なんか新喜劇のオーディションで、ちょっとなんか、そ、そんなさせられるでしょさせ、え、いや。特技ですね。特技、あ、特技、何があるの。え、えっと、私。あ、まあ、結構スポーツやってたんで。その倒立とかやったりとか。結構。あ、倒立とかできるの。はい。知ってました。 え、ちょっと待って新喜劇に入るオーディションで倒立やって入ってきたはいあ、そう他なんかバク転とかそんなことは、しないです、倒立して倒立だけあ、あと柔軟しました柔軟はい倒立と柔軟もう準備の、準備体操の段階で通ってるよほなもうそう、え柔軟ってもう体操やろほとんど体操体柔らかいの体はそうです、柔らかいですへー、足五番バ上がったりとかってこと あの、松浦慶子ちゃんみたいじゃないですけど、うん、まあ、ある程度、ふひってあげてた。ほんでもう、ゆうや、ね、その大学途中辞める一年間、で、やっててどうしようかな、ゆうて、その大学行きながらオーディション受けたのいや、えっと、あ、そうですね。はい。うん。で、その、 あの大学入学してからやっぱりもう私は新劇に入りたいと思ってるからもうやめたいやめたいだったんですよ。いやすごいな。新もそ劇に入りたいてやめたいやめたいなって大学だってどうやって入ってるか分かってんの？新劇で。あそれはオーディションがあるっていうのは知ってたんですよ。ああなるほどなる。ほどそれはもう行行われてる金の卵何個目というのがあると。あれっていうのは知ってて。知ってて。はい。もうオーディション受けたい。でももうどうしたら入れるか分からなくて。でももう。 とりあえず大学行くじゃないですかももう私はもう辞めたいばっかりでも行きたくなかったんですよ大学にでその前期でもう辞めるって決めたんですけどでももうこのあと何していいか分かんないじゃないですかその辞めたとって新規に入りたいという気持ちはあるけどもさどうしていいかが分からないでもうどうしようかなってでももう NSC も考えたんですけどまあ まず1年は行こうと決めまして前期が終わって後期に入るぐらいの時にその授業中にあ授業中でもないですけどまなん YouTube 見てたんですよ新喜劇をずっと見てまして暇があったら新喜劇を見るようにしててで新喜劇を YouTube で見てたんですよ。 津山の放送とか岡山の放送って最後のコーナーみたいなのあるじゃないですかああいうとこ全部カットされてるんで放送の45分だけなんだそれまでそのなんの楽屋でどうのこうのとかトークとかそ全くないんだ最後の告知みたいなのそれはそうるんででも YouTube 最後まであるじゃないですかああそうやねたまたま YouTube ずっと最後まで見てたら「金の卵8個目オーディションやります」みたいなあって でもうめっちゃくらあの私その大学ではもう辞めたい辞めたいで友達とかまま作らなかったんですよ。うん、<laughs> わざわざ、はい、もういつ辞めてもええように、はい、う後ろが見ひかれる思いもしたくないから。はい、し極力極力も誰ともしゃべらない。しないはい、接しない。感じで。ほんまに辞めたい人やん。はい辞めたい人だったんですよ。うん、でなんかそのもう もうその動画を見てから授業で多分なんか模型みたいな作ってたんですよ粘土みたいな。でももうそ,のあのそれを見てからもうずっとこうチーンみたいなもうほぼもう影に隠れてたんですけどもう消える感じだったんですけどもう急にもうその喜びがパンってなっちゃってその粘土みたいなもうちゃんと作ってたんですけどもうバーン殴って「よっしゃ!」みたいなもうこれで入れるかもみたいな。 え、それ、ちょっと待って、じゃ、いいよ、授業中に模型作りながら、模型でこう粘土で、こう粘土。で、こうね、ちょ、模型とか作ってる時に、で、ちょっとまんま出来上がってきた。はい、もう。完成してた。もう完成してた。その、うん、あなたの作品は。はい。一時間ぐらい。ある。え、新喜劇見よう。うん。見ます。うん。 八組オーディションありますってなった瞬間にもう喜びすぎて<で>えっええ,えってなってなんかもうその作ってある粘土ガンガンガン,ててガ,ン,ガ,ンガンってなってうれしいってなって周りもえ、どうしたみたいな今までそんなことしない人だったんでもうずっと私は友達を作らないってやっててもうずっともう普通に真面目にまあまあ閉ざしてた人が急にわーってわーってなったわあっていうかもうこの これはちょっと嬉しすぎたんですよ。やばっぐちゃぐちゃにしてて。で、それで、まあでも、あっ、これが、これを受けようってなってたんですけど、なって、でも、あの悩んだんですよ、またそこで。なんでなんでなんで入れないかもしれないじゃないですか。まあ、それはな、オーディションやからね、誰でも誰か誰でもなんか入れるわけじゃないから、そら。で、まあ、落ちたら NSC っていうのも考えてたんですけど、 でも、やっぱりなんかこのまま大学行くのがいいかみたいなずっと悩んでたんですけどその締め切りの時ギリギリオーディションね締め切りう1月何日とかで私カウントダウン見に行ったんですよおおおお正月の正月の大晦そかなのその時に見に行った時にチラシみたいなのあおそしたらその裏に8個目オーディションのチラシあったんでその裏にリルル記書があって それまでどうしようどううしよって悩んでたんですけど、このチラシを見て、これ書いて出したら、新劇に入れるかもしれないと、とりあえず応募してみないと、もそのチラシを取ったときに、これは書かないといけないと思いまして、書いて出しまして。 はいもうそこにはいあや違う違うその郵送でね郵送してそうですへえ1時2時3時最終うん今に5時6時いや5時6時じゃないですけどあああえと最終4時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 最終審査はい書類ど通ってへえお芝居のあの最終審査みたいなもあってで晴れて8個目の中入ってへえすごいね まさかそんな僕がそのあなたが新喜劇に入りたいと思ってた瞬間に僕がちょっといてたとは思思ってなかったですもんちょっと嬉しいですそういうのね嬉しいです覚えてんのその俺がいたことは覚えてないで覚えてます覚えてます嘘覚えてますよほんとへえこのなんかあれあの…森谷さんのこの動画もあのずっと YouTube とかで見てたんでえこの僕の森田のノベシャワーもへえああそう なんか自分がまさかこんなとこに出れるとかもう全部がすごい夢叶えたな変わってますごいなお前360度なあ岡山ズドリームやなお前はすごいなこの番組か出たかったかもっとアピールしてこいよお前いつでも出れるぞこんなもんんこな番組ほんまか世界中の人が見てるからなお前のこともう誰でも見れるからなこれは当にはに。 タイでも見られてるからなタイの人にタイの人にタイの人にやらタイの人にえー8番八個目のイベント八月にありますねってそうですねええ、あるんですかええ。八月ですねえ三点倒立っていうコメントあでも三点倒立ではないんですもうできるんですけど実際はあの普通の逆立ちですね逆立ちなるほど逆立ちしてええ、なるほどね私に えー、ギャグを教えてあげたらっていうコメントも来てますけど<え>私がねあなたに、ね、ギャグを教えてあげたらっていういはい、はい、別にギャグとかそんなことをしたいとかいう感じのことじゃないんでしょギャグあ、うん、でもあのできたらもっときたいですね 自分のものは。おお。もっときたい。もっときたです。ギャグは。な、何ができるの、あなた、その得意なことって。こんなことできますよ、私はって、そのなんか。まあ、ねん、今聞いてる限りでは。はい、作った粘土を思いっきり潰すぐらしか聞こえてないから。<laughs> <laughs> あ、うん、なんか、でも、それが悩みなんですよ。うん、なんか、その特技がなくて。うん、じ、自慢できる特技がないんですよ。うん。なので。なんか。うん。 それがちょっと今悩みですね。なるほどね。はい、まあ岡山出身やからちょっとまあね、関西弁とかもやっぱちょっとねどうしても、ね、はいねこれから覚えていかなあかんし。え今は何そのもう新学期入っ大学は辞めた。辞めました。もうそれ大学は辞めたら新学のオーディションが通ってから辞めたの。そうです。あのなんか四月から始まるじゃないですか。その大学も。うんそうやな、ね。大学が四月から始まる、うん、で最終のオーディションみたいなのが、うん、あの四月のもう十え もう入ってからだったんですよ。決まってなかったんですけど、もういやもうこれはもうやめるって、もう新喜劇にもう入るもうって。もう信じて、もう俺は私は、くざはもう新喜劇の善になります。だからもう大学行きませんって。親なんて言ったんいやでも親は最初は結構その反対にしてたんですけど、でもやっぱりまさかそんな。 時最終とか行くと思ってないからそれはもう頑張りっていうので親も納得してくれてそで大学にはもう新学期入るんでやめますっていうの言うてへえすごいなほんで入ってきてはうわうわほなもう親御さんももうだいぶ応援してんねやそうですねへえ今こっちで一人で住んでるのはい一人暮らしですこんなもうそんな二十歳ぐらいの子が一人でスクラッ危ないやんかどの辺に住んでるの 住所言うてもいいよそれは言わないって言われてるんですえらいねえいねこれで住所言うとき俺がどうしていいか分からへんもんねそそううでですすかこの番組ですねツイキャスもやってましてちょっとね30分ほど過ぎましてツイキャスの方もぜひやっていきたいと思うんですけどもこの番組見てくれたんやね嬉しいね出たいなと思って今まで何 今まで誰の会が一番面白かったですか？あのでもタキコ姉さんの会好きです。ああ、福山たきええー、あの,あのお化け出る話。いや、じゃ,な,じゃなくて。あの緑色の服服の時めちゃ笑い。なるほどね。いねはい。はええー、じゃあまたこれコメントばんばん出てきますけども、えー、皆さん、えー、昨日はああ2026ありがとうございましたね。えー、ツイキャスでございます。今日のゲストクザラ愛ちゃんでございますね。 よろしくお願いします。目穴たちがくっきりしてるというわけでもなく、なんかクリオネのようなね、なんか。どう、どな、何かに似てる、何かに似てないけど、何にも似てない、何も似てないけど。ね。可愛らしさはあるけど、別品さんじゃないもんね。そうですね。ね、自分で言う、まあ、私が言うのもなんですけど。ね、可愛らしいですけどね。いや、可愛く、あ、うん。でも、どうなの、その彼氏とかは。私、いないですね。いや、もうできたこともないですし。あれ、恋愛はしたことない。なんか、あんまり、そういうのは興味ないですね。 またまた。いや、本当です。え、今まで好きな人がいたことはあるでしょでも。き、うーん、うん、あんま、な、覚えて、ないや、ないと思いますね。えー、嘘。えー、何。今まで誰かに恋をしたこともないの。あん、うーん、あんまもん、も好き。生きてて楽しい。楽しいですーーだから。いや、この人、いや、例えば、その、ファン、人、いや、<う>やあの、ミュージシャンに憧れるとかさ。 あれじゃない、このアーティスト好きやわとか女優さんと、うん、まあ俺は女優さんとかそうないけど、はい、まあ俳優さん男優さんとか、はい、そんなんええー、なって思うこととかないのなんか自分がそういうのないんで<え>なんかその誰かを、まあ、テレビの俳優さんとかこ、うん、の人が好きみたいなのとか、うん、ジャニーズの誰かを好きみたいなのとかもないんで逆になんかすごいなって思います憧れますそういう人にえー 何その感情がないのもうあなななたには、はいい感感情情がです、ね、えご飯食べてうわおいしいまだ食べたいなそういうのはありますけど、うん、まだ食べたいとかありますけど別にそんな彼氏がいるとかはあんまほらどないするのそんな新喜劇でその言うたらか、まあ、追いかけてくるとかさ、はい、追いかけられてくるとかさえこの人と一緒になりたいんですお父さんとか許してよとかいう芝居いっぱいあるやんありますねできへんやんだからやばいですあ もう自分で分かってないやばいってやばいって分かってまし恋してないから今まで好きやなと思った人もいてないってことは音楽はよく聴くんですかあでも聴きますけどその人が好きだからっていうのはないですねんかその曲いろんな曲があるじゃないですか曲を聴くみたいな感じですえじゃあライブに行ってとかするのもないないですね 言ってもななんんかかよくわかんないです新喜劇の男性在員さんの中でこの人が好きやとかっていうのはあるんですかないですねもうないのい新喜劇が好きです新喜劇が好きだだけで、はい、別に在員の誰々がかっこいいとか思うこともない、はいはい、う思うこともないですねえー、じゃあ好みのタイプとかもないねやはい優しい,優しい人いや誰誰みんな大体優しいよそんなのんんん言うねんって <laughs> かっこいい人とかもわからんのじゃそうです竹内豊さんとかどう思う 竹内ゆうさんうん誰ですかいやいや、あ新劇の在員ちゃうよはい竹内ゆうわからんはいテレビ見てる見てます誰かっこいいと思うがないのそうですね木村拓哉とか見ててもかっこいいと思わんあんま、そうあんま、みうん、興味ないですねそういうのにへえ。周りはでもみんな、ね、そんなにいたか肌じゃないって、もう津山のあの辺の田舎やったらもう子供おる子もおるでしょいますねうんはい。 あのやったのどの頃のって話もするでしょそんないやかのののそんんなな裏の山の方でなんかゴソゴソああいう声聞くとかあるでしょいやないですねいやうんないですだって高校で高校生と女子校とかじゃないでしょ教育でしょ、はい、女誰々らこうしてどの頃のとかあるじゃない告白されたこととかはそうないです、はい、えア愛ちゃん俺と付き合ってくれへん夏祭り一緒に行こうやとかはそんなもう断ります え、ないのわこれはなかなかやなやばいですよねうんやないわへえどうするのそのうちでもその時代が好きになりそううん化粧もしてなければ化粧してるのメイクしてるのちょっとしてるのちょっとしてるのはい田舎の子やねそうですねなあ周りもそういう人はあんまりいなかったですねそううい 話をすするるるとかか付き合って人はいいもしれなでだってもう田舎やからさやることないからむちゃくちゃそういう行為ばっかりしてる子いでしょいや周りにはいなかったですそういう人はあっそうなんはいみんな楽しい感じの人ばっかりでへえ高校の時とかにもそんなん言うたかってカップルできててあれおかしいなって言うたら教室でとか言うのないですかないねへえ駐車場でみたいな駐車場で ないですからへえ珍しいね恋愛してないわだって今までそんな新喜劇を見に行ったぐらいでしょ、はい、新喜劇が好き新喜劇が好きですそ,でそれまでは何が好きだっただ陸上ずっと陸上ばっかり陸上でコーチがおるわけでしょ「はい、ああグザらそんなじゃダメだぞお前」っつって「もっと早く走ら!」はい!」歌てて走ってるそのコーチにちょっとみたい,ないやもう怖かったですすっごい中学校の、うん、先生は。 例えばその学校の担任の先生とかいろいろ授業の先生とかにじゃあちょっと格好いいなとか言って憧れることとかもうないですないのはいうわおもんなやばいでですすかねやばいよねやばいよやばいだってどうしなんやろうそのなんか要はさ感情の起伏って人を好きになるところからむちゃくちゃいっぱいあふれてくるやんはいそうだって寂しいとか切ないとかさ、うん、くっそ嫁はん帰ってこいへんとか、はいじゃあまたかよおいと思って こ,この間そのほんまに昨日のイベントでさいお,お見送りしてるときに久しぶりに嫁ハの顔見たみたいな。ああ <laughs> そうやこいつこんな顔してたわみたいな。え？ずいぶん家に帰ってきようないから。あの奥さんですか？あの奥さんがです。そうそうあの奥さんですよ。でもめちゃくちゃ仲いいじゃないですか。そうですよあのこの間ねそうこの間ですけどあのー、ねええー、バーベキューの時にね、はい、うちの嫁ハも一緒参加させてもらって。 ねえやる仲良い,いて思うでしょいやもうまなんか大田仲良のよ会わへんねんそう合わへんてのはそのなんか気持ちが合わへんのこじゃないの、はい、正味こういう出会いがないのよえ喋、ー、ったりとかないのないよだってもう,もうライン送ってもう既読にならへんしへ、えー、そうやで、なんか らい、一文字ずつぐ送ってくたこうありがとう」とか出てくるやんこうなボンって「ゃありがとう」って嫌がらせかこれみたいな。呪いか思ったわ、一がうんこっくりさんがこうやってんのかなぐらいのこんな文字一字ずつみたいなそやでだってあなたと一緒に行かせてもらったね参加させてもらったバーベキューあれから三日間大手なの あの全然帰ってこなかったでしかもあのベロベロで我々お酒飲んで7時ぐらい帰ったでしょそっからあいつ飲みに行ったからね行くって言ってましたね言ってたでしょ飲みに行って帰ってこなかったよ3日間もうその…いや3日間か帰ってきてんやと思うよ帰ってきてんやけど俺とは会ってないへえそうそう大丈夫大丈夫大丈夫じゃないよそらもうねでもそれがあるから仲いいのかもしれないですね 会った時<う>仲が良い。いやで、それがあるから仲がいいとこじゃなくていやそ何やろうね、うん、私は分かなないですね。なんか今日も俺、はい、多分あの一緒には帰ってないんだけど、はい、俺が、まあ、飲みに行ってその後飲みで結構酔って、まあ、家帰ってるんですよで久しぶりに会ったんです家の中で、はい、ああ言うて「ねもうね寝ようか」言うて寝たんです。 あもうほとんど僕も言ってたから覚えてないんですけどパってずっと電話鳴ってるんですよもうアラーム鳴ってるやもう消してくれよういないずっと鳴ってるからもう,もう消して消してやってんなんでこんな時間起きなあかんねん果たしてやつはどこに行ったんだとほなダダダダダダってバンって寝室のとこ来てトイレの前に寝てたって言っもうダメなんだよもう トイレの前で寝るってどういう状況かよくわからないよ。どうやって寝てたんですかね。いやそれも夜みに行かんかったわ。ええー、記憶ないんですかね。記憶ないみたい。トイレで寝ちゃってた。トイレで寝てたっていうそんな人でございますよ。本当にもう。ええー、でもすごい可愛らしい。えー、いや可愛らしいですか。すまあそうですね。め、ね、すごいなんか。かじゃあ逆にその僕たち夫婦のところを見てね、はい、どう思いました。なんか。 友達みたいな<う>女の友達と男の友達みたいなのがすごい仲良くておうおうあ、夫婦感とかそんな感じそれよりはなんかすごい友達みたいな感じなのかなとは思いましたおうおうへまあ全然もう最近本当ねもうキスもしてないですけどねするんですよそんなとこ受注そんなとこしたいなとかはないんですか思わないですよね思わない <laughs> はい、思わないですね もうだってこうドラマとか見るじゃないもう男性と女性が声落ちてこうチュッてやるじゃない、はいはい、すっごい嫌な顔するやんもう嫌です、そういうのもそういうのも苦手です。えー、女のの子が好きなのいや、というわけでもないんですけどそういうのは苦手ですね。もう えじゃあクザさんあの次、はい、あのドラマが決まりました出演あの、はい、主演の方よろしくお願いいたします、はい、あの相手の方なんでございますけれどもあのー、今回あの北王子金也さんとキスシーンがございますはい、はい、やりますかあでもお仕事だったらやるかもしれなんあやるんですかすごいおじいちゃんですよ <laughs> <laughs> そうなんですかすごい <laughs> すごいおじいちゃんですよえ北王子金也さんはい、はい、ご存知ですか 知らない。知らないですね。いや、全然いいですよ。すはい、はい。よ、よ、良かったでございます。じゃあ、あの、ちょっと、このコーナーに行きたいと思います。はい、リコメンデーションのブリスウィー。<laughs> えー、このコーナーはですね。ゲストの方のお写真を紹介していただきまして、東京するコーナーでございます。えー、それでは、まずは、こちらで、1枚目のお写真はこちらでございますね。ちょっと待ってあ、これ、これですね。はい。の、え、これ、ちょっと待って、ね、大きくならない。 いやいいですよ。あなたが悪いわけじゃない。これドン。何ですかこれはふふ服ですかね。これは服ですね。服ですね。こうすればはい。こうすねはいこれドン。こちらは服でして。服はい。私服ですかこれね。あの私なんか物を作ったりするのが好きなんですよ。えもしかしてはいはい。でこれははいあの作りましたね。 私があ、でもこれは違いますけどこれは襟なんですけどつけ襟っていうおーなんか襟だけをむっちゃかわいいやんえ、これスカートこれこれはワンピースワンピース作った作りましたえ、これは何これはやっちゃいますあのー風呂敷だもん布のだやもん長袖の服なんですけど長袖の服はいえ、どここれが長袖あのちょっと下に埋もれちゃあの、埋もれましたあ、なるかぶせてかぶせあ、これはなにこれもこれはつけ襟っていう あのこういう感じで着るっていう感じです。あの襟だけを見せるものですね。服の上、あの着てるように見せる。ああ、なる下に襟物を着てるように見せるための付け襟をこのやつに縫い付けて付け襟をつけた。縫い付けてというか、うん、あの時代のこの服を全部作った。はへ、いはい、えー、すごいやん。そうですね,そですね。そうですね。<laughs> そうですね。そうですね。すごいすごい。はい、ええー、なこれも。いやこれは。うん。 買いましたけど、買いました。これは売ってます。あ、そらく買ったのえ、今、そのお一人で暮らされてるんでしょそこでもやったりとかするのミシン持ってきて。そうです。あの、ミシン買っていただいたので、おばあちゃんに買ってもらった。おばあちゃんにミシンこうと思って。ミシン買ってもらったんで。まあなんか、そういう勉強とか全然してないんですけど、なんか作るのが好きで、本とか買って、自分で 勉強して、<う>なんかこんな感じかなーってずっとババババンって遊んで、へー、おズボンとかも作れんの？作れると思います、はい。<わ>頑張ったら、あ頑張ったら？はい。<も>まだこういうのしか作ったこと、ズボンは作ったことないので。へー、えあそうなんや、はい、すげー、自分でこんなお服とか作って、<laughs> はい。あ何着ぐらいなんですか？まあ、これこれはま今まで一二三四五五あっ。 えこれっていうのは要はこの部分だけってことなんか上からかぶる上からこうかぶってもらってこういう上に服を着てシャツは着てないんですけどなるほどそれがこう襟だけが見えるやつがこうあるとこれワンピースへえすごいかわいいねこんなこんなズボン欲しいわズボンはいてられますもん ういい明るやつとかねなかなかないもんねこんだけカラフルな土曜ワイド劇場ばりのやつないよねえでもいいね自分がねこういう彼女こうやってこんな服を作ったんですよ皆さんね洋服が好きだねすごいねじゃあ次でございますドンこちらこれははいセミなんですよはいあのセミですね セミ, <laughs> セミで、えっと、ちょっとあ<の>ちょっと待ってねこう全こうそうこうねですはい <laughs> ななぜなぜ彼女が急にこの次の画像がセミなんでしょうかはい、セミはえっとあの私大谷さんと小西さんとかと、はい、あのランニングしてるんですよ夜遅くにちょっとやってましてその時にこのセミの抜け殻とセミを見たんですよ、うん、あちょうど抜け殻が出てきたこれどういう状況か私よく <laughs> わかんないんですけど、はい、なんかからから多分 ポンって出てきて、はい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 はしはいはいはいはまはい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 まあ湿ってますからねもともとこの、はい、さなぎからこう出てきてえっこれあそういうことですねえっ<え>やばくないですかえっちょっと待ってくださいえっこれので、要はここからこいつが出てきたてい,いやそうですよでその瞬間にあなたはいやあの、遭遇したってことでしょそれあそれで貴重って言ってたんですね いや、わからず。はい、わからなかった。全くわからず、これ。そうですね。いや、なかなかない、このサナイから、これ出てくる、<あ>こんなシーンを。写真撮るなんて。すごいよ、だって、しかも、羽の色とかも、緑やから、も、ま、う、あ、まあ、ほんま出てきて、間もない、よ、これね。ええ。このでっかいのが、このちっちゃいのから、ポンって出てきた,みたいな。いや、だから、もともと、こう丸まってるよ、その当然、だって、羽だって、こう、ぐっと丸まってるから。だから、これが、こう、パって乾いたら、もう、パーってなる。え、にしても、でかくないですか。 いやいやだからここに収まりきらへんから自分で出てきよったや。あ、成長して。そう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 。もう無理ってなってパリッとで。バレて出てそうそうそう出てきたってことや。えー、ええじゃあその間はー。アホー？自分。<laughs> まあまあ、まあ、アホー。<laughs> もしかして大学行ってるけど。<laughs> はい。やばいですね。いやいやいいよいいよ。いいよえすごいですね。自分やで <laughs> 送ってきた。はい。いや。 なんかすごいっていうのはずっと言ってたんですけど何がすごいかわからない何がすごかったらよく分かんなくてそういうの出会えるのってなかなかないよねってコメントもらってますそれはでまあなんか乾かしてるって言ってたんでまあなんかよく分かんなかったんですけどなるほどじゃあ次いきましょうか貴重な一枚ここ次こちらでございますゃ違違全然う写真ごめんなさいちょっとずつや うわ、もうこういう時、こういうの、あるたまにね。セミね。いや、セミ、セミねっつって、あなたが送ってきます。あ、じゃん。はい、じゃん。こちら、はい。こちらはですね。これ、パン。パンシェルジュっていう。はなんか検定みたいなあるんですよ。で、私、めっちゃパン好きなんですよ。はい。そして、あの、ちょっと、こういうのあるっていうのを聞いて。はい。あの、受けてみて。三級を取りまして。え、すごいな、お前、なんか。で。うん。 まなんかパンが好きでパンが大好きなんですよ私パンはいパンが大好きでパンシェルジュはいっていうのあるって聞いてはいで三級取ってで次二級行って二級を取ろうかなって勉強してるんです今え何をすんのこれパンシェルジュは何ができるのなんかパンを学ぶ、パンについて学ぶうん勉強するだけなんですあじゃパンってどうパンってどういうふうにしたできるのあの 小麦粉とかくくくくちちちちゃゃゃゃっっててほんまかよおい発酵させてとかそういうのじゃなくてもうくっちゃくちゃくちゃくちゃって。発酵もしてうでしょんか取ったっていう証ですねでそうですでまあ頑張って一級目指して頑張りますなるほどでいつかまあなんかお金持ちになったらパン屋さんパン屋さん パン屋さんと服屋さんを一緒に合体させてやりたいなと思ってますパン屋さんと服屋さんを合体させてやるすごい店やなそれへえそれが夢新劇やめていやいややめないですけど新劇や,やりながら片手間に新劇やってはい、はい、いやいやいやちゃんと新劇やって,やって、うん、パンと服を融合させた店<を>最初お前パンで服を作ってんちゃうかそれ <laughs> パンのこうやってガチガチおーおーやるかもしれないです、ね、やるかもしれんのかよお やるかもしれんのかよ。なるほど、じゃあ次の写真でございます。どん。あこれです。じゃん。はい、ドンこれね、こちら。こちらです。いすはい、こちらが、はい、さっき言ってたあのーはい、森田兄さんとか。はい、岡山で新喜劇あったやつの全体の写真ですね。はい、えー、あ、これがそう。はい、記念にもらったんですけど。はい。はい、お分かりますかね。 あ、その時に写真撮ったんやはい、写真撮ってえぇで、こういう森田兄さんはこちらにこれはい、アップですあ、僕、いてますねはい、すごい若いですよね若いな確かになんか若いですてかもうこれわ若いというか、なんかええ私ー若いは、若いわ。はいで、直美姉さんも来られてなんかあの若い中国の旅行者みたいなってんやろ、俺若いええ はいはいはい、で、あなたと、え、こう、内場さん。桑原師匠、メダカ首相、いてますよ、はい。で。で、私、多分、この辺、あ、これですね。レイチェルもいてるやん。はい。で。あ、これ。はい。多分、それですね。ほお。あ、秋田久美子さんもおられて。はい。ええ、こ、ここですよ。ね。えで、私が、こう、レイチェルいてまして。はい。ね。 結構たくさんおられる後ろの方に多分ナオミちゃんいてて私これですわはいね、ほんま中国の親戚のおっさんみたいな感じでございますけどもおそらくこれ胎児のいじりされたぐらいちゃうかなねええこれシナノちゃんそうですシナノ兄さんさんですこれあほんま青柳いてるやんこれまあまあ中将さんまあまあ最近やねほんまにああ吉岡ちゃんええ 伊賀さんもいて、ふわーすごいな。はい。へー、はーなかなか貴重なお写真でございますねこれはね。えーそうですか。今でこれで今あるということで。でこれはこちら次こちら。これは鳥取のなんかなえっとなえっとなんでしたっけ中野なんちゃら自然牧場。はい。あ違う大江の自然牧場。大江のはい。 みたいな名前だったと思うんですけどそのところでのお店の雰囲気なんですけどここの私パンケーキがめっちゃ好きでパンケーキも大好きででここのパンケーキが今まで食べた中で一番美味しいと思うんですよで卵もなんか有名でその卵が有名でたくさん鳥取なんですけど実家帰ったら津山てきたら。 実家帰ったらここのパンケーキ食べに行くっていう。いやパンケーキの写真出せよほなあの店の子の外じゃないあでもね。これがすごい行列ができる。見えんの見えんのこれでアップしたらパンケーキのいやガラガラやで。いやえあの雨降ってたんであのこの外は出れないんでこちら見て。わほんまや無茶な並んでる人。でこれは夕方行ったんですよ。でも私一回目行った時き三時間ぐらい待ちで。えそんな人気ないいやだからパンケーキの写真くれよ。 そうですね。<う>んすいやでもね、でもね、並んでるんですよ。いやだから、並んでるのはええわ、別にあのあの。パンケーキと。こっち迷ったんですけど。いやパンケーキやろ、普通。<laughs> あパンケーキです、ね。いや、それか、まあまあ、その美味しそうに見える写真の、これの次にもう一枚とか。う,う,うん。パンシェルジュと、セミどうでもええわ、ほな。いや、でも。貴重やけど。 あの貴重って機械系。もう一枚いいですかね、来て送ってきたやんパンケーキの写真、まあまあでもありがとうございますね。ええ、いや、可愛いというコメントいっぱいいただいてますからね。ええ、くざらちゃん、ありがとうございます。もうそろそろお時間でございまして、一時間あっという間でございまして。告知ございますかその八月の八個目のイベントの日は決まってるんですか。あ、えっと、八月の二十二日。はい、八月二十二日。はい、どこでですか。朝日劇場ですかね。多分そうですね。なるほど。 しっ,しっかり聞いてない8月の,8月の8月22日月日にですね8個目のライブがあるそうでございます、はい、また場所等はですね、はい、えぐざらあいちゃんからですねツイッターとかやってあるんですねはいそんなんでね告知あると思います<ー>そして私の方はですね、はいえー、9月の1415でございますかね、えー、1314ちょっと待ってね、えー、調べておかないとえー、おそらくでございますまだあの、えー、この間あのえー今日 会社からメールがあ13 14ですね、えー、エンタメジョイジョイ新喜劇「秋さんのお何番かか月」であるイベントの方に私出させていただくような、えー、出番の連絡が、えー、あったんですけどもあったんですあったんですあったんです、はい、本人にほんでご本人に「ですねあの兄さん、あのー、ありがとうございます」って「よろしくお願いします」ってっあごめんなお前がなちょいちょい俺の悪口をなお前の番組で言うてるそうやからな俺今回もうちょっと出演を、あのー、断ろうと思って。 って言われましたあのすみませんけどまあ、ちょいちょい私、あきさんの悪口言うかもしれませんが必ずあ必ずしもあきさんに伝えないでください、ええ、もうすぐ、すぐね森田さんが悪口言ってますよあきさ,さんのってあきさんのファンの方がですあ、ね、きさんに直接連絡するんですやめてください、やめてくださいお願いしますお願いしますもうそしてもあきさんの悪口言いませんから安心してください。 はい、あのそんな探るような感じで見ないでください。よろしくお願いします。はい、またこれも伝えるんでしょうけど、伝えなくていいです。いいです。大丈夫です。ええ、秋さんのことをおっさん呼ばわりしたことをですね、秋さんが根に持っておられるというね、おっさん、おっさんよね、言っちゃったんです。あのうさんねっつって言ったんです。いいでしょ別に、おっさんだもん。年は上です。上です上です。あの秋さんの方が当然。あ、じゃ。 じゃあいいでしょうね。はい、僕も十分おっさんでございますすみ、はい、ませんありがとうございます、はい、8月23日あると22です22ね、はい、で、あのー、私の方は、えー、もしかしたら出てるかもしれませんしもしかしたらここのお今の発言がきっかけで、ね、本当になくなるかもしれませんしわかりませんが、えー、ジョイジョイエンタメ新劇ぜひ見に来てくださいそしてあの9月の15日、えー、まだ先でございますけれどもインプロマニア3があーまだナレージシアターの方でございますぜひこちらの方も見に来ていただきたいまたチケット等のお,お告知と させていただきますので、またあの、えー、月曜日まで私奇跡の三人役クやってますので、ぜひ見に来てください。はい、はい。じゃあ最後にあのクザちゃんから何かございますか。これから頑張りますのでよろしくお願いします。応援の方どうぞよろしくお願いします。ますそれでは皆さんまた来週あるかなあるでしょう。はいスイーネクさんバイバイ。バイバイ。それでは続いてありがとうございました。ありがとうございました。